Japanese Reggae Dancehall TV。Yes, yes, yes, yes というわけで今回もやってまいりました。おなじみのコールからいきましょう。ドゥーレイレゲイレゲイレゲイアイスレゲイレゲイレゲイというわけで、さあ今日はね、パンチョ、マリー、アキュアでお送りしております。最近多いですね、この 3人。あ、そうですか。はい、多いですね。多いです、ね。まあ、あのよくあの夜遊びしてた3人なんで。はい、ジャマイカでキングストンナイトアウトといったらこの3人だったはい、はい、うん、まあ、マグナムには気をつけろっていう、はい、本当に危ない、危ないって感じ、はい、本当に。で、この3人で今日は何をするのかっていうと、はい、先日ドゥーリーレゲの方でね、お送りっていうかね、告知しました新たな企画、ドゥディレゲオンラインジョグリンクラッシュ、そちらの方の応募がこないだ締め切らせていただきました。はい、で今回ね、そのドゥディレゲに関しても、まあ、今までオンラインクラッシュ、うん、そしてオンライン、まあ、サウンドクラッシュ、そしてダンスクラッシュとやってきたわけなんですけれども、うんうん、ジョグリンクラッシュっていうのが初めてだったので、逆に言ったら、まあ、どれぐらい募集が来るのかなっていうのが分からなかったんですけれども、なんともなんとも、今回はですね、7組の、応募がありました。ありがとうございました。もうラッキーセブンというわけで、はい、いや本当ね、実際もう多分3組ぐらいしか来ねえのかなとかってちょっと思ってたりとかもしたわけ。心配しましたよね。そう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 、多分なんかそのあんまりこう日本全体でもそのジョグリンクラッシュっていうのもない中で、うん、こうオンラインでやるっていう風な話だったんで、こう何ですかっていうような感じの、ちょっとこうなんていうかな、こう分かんない状態っていう、うんうん、もその出場したいんだけど分かんないっていう人も多いのかななんていうふうにも思ってたんですけれども、7組の方が出場したのをね、はい、こう決めていただいて、もうね、なんせね、こう後でこうインスタグラムだったりとかね、そのドゥーリーレゲのコミュニティの方でも見れると思うんですけど、もう全員すごい、そう、全員やばいみたいな。なんか先にね、僕らはね、その応募動画の方をね、見させていただいてるんですけれども、もうなんだこいつらと、僕は言いたい感じですよ、本当に。僕らみたいなね、はい、僕らも本当に生っ粋な、もちろんジョグリもやるんですけれども、うんうん、まあ、そんなテクニカルというかね、僕、藤山のジョグリンは、もう言ったらオーセンティックなジョグリンなので、はい、こうベーシックな感じがね、いつもやってる感じなんですけども、なんか、もう応募動画とか見てても、もう時代変わっちゃうんじゃねえかなと思っちゃったぐらい、本当クオリティ高いですよね、本当。クオリティ高かったですよね、本当、なんか手も何本あんのみたいな感じで。思えちゃうような感じの7組が、出場を決めてくれたんで、まずはじゃあその7組を発表しましょうというわけで、お願いします。はい、じゃあ僕言っていいですか。はい、今回ね、ドゥーリーレゲオンライン、ジョグリンクラッシュに、出場を応募していただいた7組は、まずはハイサイサウンド from 沖縄、わーYo, yo, 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 it's all about the eyesight sound All the way from out to Okinawa, yeah, man Yo, do the reggae fans and present Online Juggling Clash Yeah, Okinawa からエントリーします With them eyesight Yo, big up to the reggae fans them My girl Marina, boss lady Fujiyama, Joe Wicks Viku Yopi, Emperor Nalespilia Yo, eyesight, we not a normal juggling Yo, not a normal setting Come in my selector, here we go!Mighty, eyesight sound, yo Kenta, wow wow, Kaluuya Sky, all the way from what? Okinawa, Japan. Hey yo, eyesight, no wanna get the pressure we have to wear. Tell them say boy like we not mad. No, we not mad over no girl. Do the legge, check it out, fire.もうね、動画見てください。はい、動画見てください、ほんと。そして、スーパージャブ。山名、イーサイダー、メリプレゼントスーパージャブ。スーパージャブ、こっちから見えないけど。俺と夕飯食べた女の子、ビゴ。
それはね、あんまり聞いたことないかもしれないですけども、アドベンチャーっていうダンスで、はい、結構ガンガンプレイしてるサウンドですね。この間のボデガのファイナルの時の、朝方にもね、プレイしてたサウンド、はい、スーパージャプス、ここも出てくれるということで、そして、ジギーロック、ジギーロック。You see, is it top ranking? A bad man thing, a bad man thing. Yeah. Bad man no left them machine too far. Bad man thing, a bad man thing. Bad man a bad man. Bad man thing, a bad man thing. Yeah. Bad man a bad man, fool is a fool. Uh-huh. Bad man thing, a bad man thing. Yeah. Bad man forward, bad man pull up. Bad man thing, a bad man thing, yeah. Real bad man, no muggle in a shot. Bad man thing, a bad man thing, yeah. Me a real bad man, me a bad man thing, a bad man thing. When them a make talk, man a make walk. Bad man thing, a bad man thing, yeah. Top King dance hall, what is this? This is your original copy on the microphone. I represent for Jigger Up Zone. From Tokyo, ですか? Jigger Up Zone. From Tokyo, ですね。From Tokyo からジギロック来てます。そしてですね、ここもね結構いいなと思ったんですけども、DJ Steve from Slug Beat。Catches what grasses, let me tell you this. Bad man, b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 ad man. Get the fuck out. Bad man, get the fuck out. Party boy, get the fuck out. Informer, get the fuck out. Swallow it all. すごいぞ、スキルすごいぞ。もうマジで、もうなんかびっくりした、本当に。もう、なんだこれみたいな。なんか本当、AI がやってんじゃねえかみたいな。ねえ、頭ん中どうなってんのみたいな。ねえ。いや、本当ね、ちょっともう、頭かち割りたいなと思って。はい。いや、本当に、それぐらいね、すごいスキルの持ち主。はい。スキル from Slug Beat。そして、そして、そして、なんとね、今回は、もちろんジギーロックはジャパンって言ってますけども、うん、世界で今活動してる日本人も多いわけで、はいはい、その中からこう出てくれるっていう風にね言ってくれて、こう動画を送ってくれた、方々がいるんです。まずは From New York からヤマン DJ デン。はい、どうもこんにちは、ブライトオスタムズの DJ デンと申します。ニューヨークからジョグリンクラッシュエントリーさせていただきます。皆さんよろしくお願いします。 Pick up the duty reggae family and all Japanese family, pick up yourself. So DJ then me I go join the sound crash and I'm gonna mash up the press right. I'm a dumb granny first team on a boy like me. デンはね、僕もニューヨーク行った時にね何度もリンクしてるんですけども、今の Facebook とかそのこう結構このクアランティになってから、そのフェイスブックで、行ったらオンラインのその、なんかね、ライブね、ライブをね、めちゃめちゃやってて、で、しかもそれもめちゃくちゃ見てるんだよね。はい。外国人がもう行ったら、そのニューヨークにいる人もそうだし、俺もたまに見るし、うん、DJ デンが今回、オンラインジョグリンクラッシュに出てくれるということで、楽しみです、楽しみです。で、片やカリブに目を向けましたら、この方も出てくるということで、DJ モリシー、モリシー、メーカーと言われてね。You know.
ろしくお願いします。映像がやーじ、映像がやべえ、普通に人がやべえ、映像がめちゃめちゃやーじ、柵越しにモリシーが出てくる、いいですよ、グリルオーバーダグリ、すげえ感じだなと思って、すげえ感じです、あんなとこでやってるんですね、はい、モリシーもすごいですね、いやもうモリシーなんかもうすげえとこでやってるなっていうのもね、はい、一緒ですけどね、だからそう DJ デンと、あのモリシーはジョメイカから今回のオンラインジョブリンクに出てきて、ニューヨークジャマイカ、結構ね今までそのオンラインサウンドクラッシュダンスクラッシュありましたけど、海外からもう出てくれるっていうのは初めてなんで、この2つはね、この2人はめちゃめちゃ気になるところだと思います、ね、はい、でそして最後本当にもう滑り込みでいつも持ってんなっていう感じですけども、DJ ウィオ率いるキングライフスターYeah, it's ライフスターAgain! You know me? ドゥディレゲージョグリングクラッシュ、ちょっとね、ほんとコロナのせいで何もないっすね、つまんないね、つまんないっすね、ドキドキしたいね、あれしかないっすね、ドキドキしようぜドキドキしたい、いやまあ、皆さんまたよろしくお願いします、サンキューというわけで2回目の出場ですよ、なんかサウンドクラッシュも出ましたからね、はい、サウンドクラッシュ出てまた違うパターンですから今回、はい、ジャグリーンクラッシュにも出ちゃうぞっていうね、ねえ、まあ、僕らも昔からのブレジなんで分かってると思うんですけど、まあまあなんせ器用な男なんです、はいはい、いろいろできちゃう感じなね、スキルフルな人間なんで、それがね今回はクルーを引っ提げて、ジャグリーンクラッシュに出てくるということなので、いやー楽しみだなっていうところですよね、ねえ、アイリンクのプレーもねやるんだろうなっていう、ね、うん、楽しみですね、アイリンクもめちゃめちゃできるもんね、できるし、うん、ジャマイカでも修行してましたからね、彼はファイアーリンクスの RE とかもやってましたから、はい、楽しみですね、キャッパーク見たいた、本当に、うんうん、確かに確かに、だからなんかそういうのも含めてなんかちょっと気になるところとかってありますか、お二方、そうですマリアさん、私そうですね、ハイサイサウンドのバイブスにすでに動画で食らいまして、あ、マジですか、はい、あの、MC の子ね見たことなくて、テルヤ、テルヤ、はい、なんか彼のバイブスやばそうだなってちょっと気になっています、彼はやばいです、大丈夫です、はい、いやめちゃくちゃいい感じです期待しております、はい、そこは間違いないです、ね、はい、はい、パンチはどうですか、あ、まあそのさ、俺もハイサイの動画を見させてもらったけど、うん、お、なんかいいやんっていう感じの印象はありました、うん、なんかいいやん、なんかいいやん、はい、でもそのでもね、うん、このジョグリングクラッシュでキュキュってやってこうワンフレーズ入れみたいなのやつを、うん、がでこう歌詞を使ってくる感じとかもまた楽しみやなと思ってます、うん、なるほどね、確かに今回そうだね、その、うん、サウンドクラッシュとは違うんで、言ったらもう本当スキルだったりグルーヴだったりとか、うん、そういうところが結構重視されてきたり、はい、あとリリックスのね、つなぎだったりとか、そういうのもあると思うんで、あのそこも含めてね、あの楽しみだなと思って、でも楽しみです、自分が一番気になってるの言っていいですか、はい、どうぞどうぞ、一番気になってるのは DJ モリシー、はい、何が気になってるってやっぱあの映像で、はいはい、そこで回してるやつは勝手に強いだろうと思ってるんで、強そうですね、修行してますね、なんかちょっとあの動画だけ見たらちょっと囚われし者みたいな、いやそうなんですよね、もう囚われてるのそう、もうあのもうイナプリズンみたいな感じの、そうそうそう、セレクタープリズンなんですよ、あれもう、グリルの中、セレクタープリズンの中で回してて、はいはい、こうカメラ寄ってきた時に、おーいって出てきたあいつが、また結構やべえな、はい、だからちょっと僕はね、もちろんね、スーパージャプスもそこまで見たことないし、ジギロップも、ね、ちらほらダンスでリンクしたことあるんですけども、うんうん、ちゃんとメインでも見たことないし、みたいなところもあるんですけどね、結構、粒揃い。
じゃないかなと。すごいメンツが1回目から集まったなという感じですよね、うん、そうですね。で、うん、結構俺はこのジョグリンクラッシュに関してはやっぱ今までそこのなんだろうなサウンドクラッシュとかをずっとやってた人からするとちょっと違う観点だったと思うんですよ。この、うん、やっぱそのスクラッチだったりとか、ジョグリンとか、もう言ったらパーティーの場合ですが、やっぱりすっごいあの重要視されるところだと思うので、はい、だから、なおさらこの名前を連ねた、このニューウェーブというんですかね、うんうん、フレッシュなバイブスがすごく感じられる、はい、ね、バトルになるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど楽しみですめちゃめちゃ、ね、うん、いやめちゃめちゃ楽しみで、ルールもねもうすでに告知してますけれども、1ラウンド目はフリーで15分で、2ラウンド目はノー MC で10分、3ラウンド目はお題で5分というわけなのでね、この 3ラウンドで戦ってもらう、はい、ね、全部分数ですからね、うん、全部ノー MC でもいいんですか？いいんです。全然大丈夫。いいんです。ということですよね。うん。だからダブプレートも別にかけてもかけないでもいいんですよ。うん、うん、うん。自由です。それはどうでもいい。自由。はい、自由。めちゃめちゃフリーランスなんですよ。はい。曲数じゃないし、ね。だからなおさら、その、なんだ、想像力だったりとか、そのアイディアだったりとか、はい、スキルだったりとかが重視されるっていう。なんかそういう、うん、またちょっとねサウンドクラッシュとは違った観点で見てもらえるかなっていうね。いやー、うん、もうほんとやっぱねジョグリンの方がパーティー多いんで、うん、うん、実際いやそういう面でもね、うん、なんか下手なプレスうちのやっぱジョグリンマスターのバスレーディーが黙ってないと思います。まあバスレーディー本当は出場したかったですよ本当に。あ、本当、本当、はい、本当は出場したいぐらい、もう本当ジョグリンクラッシュずっとやりたいと思ってたんで、はい、本当は出たかったです。なるほどね。はい、もしかしたらもしかするかもってことですね。じゃあその意見を考えて、はい、はい、まあ、でもとりあえずまずはこの7組で、ね、うん、いきたいなと思うんですけど、第1回目は7組だと、はい、はい、7組だと、うん、ね、トーナメントだとねやっぱ6組とかだったら3回できたりとかね、うん、するんですけれども、トーナメントで今回7組、まあ、奇数なので、うん、全部が1対1で当たれないんです、うん、なので今回今からやるんですけれども1組だけシード権をゲットできます。おー、新しい試み、楽しい。なので行ったら飛び級ですよ、うん、はい、いきなり準決勝からバチン入れるやつ、うん、ね、うん、ラッキーな一組がってことですね。そういうことです、そういうことです、はい、なのでまあそこはもうゴッドハンド、うん、ボスバースハンドのマリエの手にかかってるということで、うん、ということでくじができております。はい、あ、左手でもまあ、仏の手みたいになったら仏の手みたいな、あ、できております。あ、いいですね。じゃあそこから引いてって最後の一人がシード権ですかね。あ、そうしましょうか、そうしましょうか。どれがいいですかね、パンチョ。それか最初の一人とかでもいいですけど。ああ、最後でいいんじゃないですか。そういうことになっておりますので、じゃあ皆さんご理解いただけたでしょうか。というわけで、ハイサイサウンド DJ スティールフロムスラッキービーツキングライスタースーパージャパン DJ でジギロックモリシーフロムジョメイカ、というわけでこの7組をじゃあ誰がどこに当たるのかを今から決めていきたいと思います。はい、じゃあ書きながらやりますよね。はい、ポ、はい、ットハンドマリエの、手の中に、全てが入っておりますので、はい、はいはい、いきますよ。じゃあいいですか、最初引いていいですか。じゃあ私がもうどうぞどうぞ。じゃあどうしようか、まあ、じゃあ1回戦のまずは第1組ですね、はい、じゃあこれにします。はい、ましょう、これにします。開けてみます。誰ですか。 DJ デン、 DJ デン from New York City。 おー、デン、 OK OK、 デンが1枠の1ですね。1ですね、1ですね、 OK、うん、はい、さあじゃあ、はい、そしてデンと戦うのは誰なのか。はい、じゃあ、アキラさん、どれが。はい、僕じゃあ、いきますけど、マリエさん。じゃあ、一番その、こっちの、ここ。これです。これですか。それです。はいはい、わかりました。それいきます。誰なのか。
テンと戦うの。ジギーロック。ジギーロック。はーい。DJ デンという感じで一回攻めは決定しました。はい。じゃあ次行きましょう。じゃあそしてじゃあ2回攻めの1枠行ってもらいましょう。はい、パンチョ。じゃあパンチョ。パンチョさん。あ、じゃあ。手前、手前。一番手前で。はい。じゃあ行きますよ。モリシー、はい、あーやったモリシー、俺がベットしたい男モリシー、 モリシー2回戦の1枠にいました。じゃあ私引きますね、次ね、はい、マリエさんどうぞ。これだ。じゃあモリシーと戦うのは誰なの。 DJ スティール。 DJ スティール、おーすげえ、大阪大阪対決、大阪対決だ。もう1回戦目の頭からもうニューヨーク VS 東京で、うん、そしてね、2回戦目もジャマイカ VS 大阪という感じ。ジャマイカやばいですね。はい、それではそしてあと3つあるわけですね、はい、じゃあ次は3回戦、1回戦第3試合の1枠ですね、はいはい、じゃあ私このマリエゴンフィンガーのところ、これですね、これです、はい、はい、いきますよ、ドキドキします。キングライスター。おー出ました、キングライスター。3の1はキングライスターです。じゃあこれで誰がシード権か決まるわけですよ、パンツ決まるわけですよ、これパンツでかいぞこれ。あ、じゃあマリエちゃんの右手、はい、これですね、うん、ドキドキします。ハイサイサウンド、ハイサイサウンドバーサスキングライスター、わーおーじゃないですか、これ戦い的にすごい、すごい。ってことは残ったスーパージャップスが、ジャップスがシード権というわけですね、準決勝に飛び級です。というわけでじゃあ改めましていってみましょう。1回戦目第1試合が DJ デンバーサスそこですね、ジギーロック、ジギーロック、はい、そして、2回戦目第1試合、あ、第1回戦第2試合がモリシー VS DJ スティールのスラッグ、はい、そして第3試合がキングライスター VS ハイサイさん、おそしてシード権をゲットしたのがスーパージャッジというわけなので、なるほど、ってことはキングライスターとハイサイ戦って、いやいやいや、で勝った方がスーパージャップスと戦 う, うジャップスでやるっていうことですね、あ、うん、これはねもう本当にね、どっちかっていうとサウンドクラッシュみたいに下調べなんていらないんで、はいはい、うんうんうん、どっちかっていうといかに自分がどうしていくかっていう、うん、そう考えたらプレイバックってあるんですか。プレイバックはまあ本人たちに任せますけど、ジャッジには関係してくれますよね。なんかやっぱりそれぞれの印象がちょっと悪いかもね、うん、でも逆にお前その曲の使い方はこっちのがやばいぞっていうのはできます、うん、まあそうか、ってことはカオスだってMC ない人だったらもう顔でほら俺の、あ、なるほどね、そうどやれるどやれるこういうのとかね、うん、なんかそういうことね、うん、そうですね、そういうのは可能ですね、はい、楽しみだね、それも含め、いや面白いと思いますよ今回。俺すごいもちろんダンスクラッシュは結構予想してた以上に度肝を抜かれた感じがあって、うん、でも今回はなんかある程度まあ自分もセレクターなんで見えるじゃないですか、でも結構ワクワクしてますよ今回は、うん、はい、ワクワクしてます。で今回もですねゲストジャッジ、はい、まだ誰かは内緒なんですけど、すげえ、それは楽しみだな、やばいゲストちゃん、そうですよね、はい、ジョグリンですからね、ジョグリンといえば、うん、みたいな人が出ます。なるほどね、はいはい、いいですね、いいですね、うん、いいですね、楽しみ楽しみ、いやーなんかねちょっとまた違ったムーブメントが起きると思うので、これは、うん、ね、うん、世界的にもジョグリンクラッシュってあんまないから、うん、そうだね、新しい試みと言えるんじゃないですかね、うんうん、いや、まあ、日本ではあったけどね、日本ではなんだっけ、刺身の、刺身のって言っちゃダメ、こういう名詞ですね居酒屋の話ですか刺身のって言っちゃダメ、ラーフィッシュ、フラッシュジャジャスターズ、ジャジャスターズの、ね、ジャジャスターズの、はい、ジョグリンも見ててすげえ楽しそうって思ってたんで、デディレゲーでもね、はい、やってみようということでね、うんうんうん、そうですね、まず第1回目なんで、はい、
や今回もね、もちろんスポンサーさんも募集まだねしておりますし、始まるまでは、はい、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。もちろん優勝者には賞金とプライズの方が送られる、もちろんトレフィーかな、はい、送られると思いますんでね。いやまあ本当やめろよこれリーチ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 ちょっとその流れでね、はいはいやってますので、はいはい、すいません、その流れでやってたんです、すいません今日はいはい、はい、そういうことですね。はいはい、なんかちょっとね今回も楽しみな感じになると思いますけれども、うん、あでも放送日の方は決まってるって感じですよね。はい、6月4日スタートになります。おー6月もうすぐだね。すぐです。もうだ、めっちゃすぐじゃん。はい、うん、やべえじゃん。もうめっちゃすぐやってもらいましょう、もうこのバイブスに皆さんで、ね、やっていこうぜもうオッケーオッケー、うん、じゃあもうすぐさま始まっちゃうわけです、ね、すぐさま始まります。はい、はい、じゃあ今回も楽しみです本当に、なんか、新たなことがっていうことでね、はい、でもちろんなんかねねいろいろコミュニティの方も相変わらずパンキャーマリーが賑やかにさせてくれてるんで、そちらの方で、ね、はい、皆さんチェックして、はい、まあ、僕は個人的にテルミーパスタは大好きなんで、はい、あれはもう本当ね、はい、あれの記事はいつも好きだし、ドピのファンです。ああドピさんっていうね、すごいキャラが特徴してるんで、はい、最近テレビに、はい、だからそういうのもね結構賑やかになってますんでね、はい、あとなんかまあ気軽に皆さんも質問だったりとかね、うん、素朴なのありましたらコミュニティの中で投げかけていただけたらなと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたしますって感じですね、はい、さあ引き続きまだまだねちょっといろいろなんか日本も、なんか変な煙たい感じになってますんでね、はい、外に出れる日が少ないので、うん、皆さんもうオンラインでドゥしていきましょうというわけで、よろしくお願いします。さあジョーグリーンクラッシュは6月4日から放送開始になっております。この7組の頂点は誰が行くのか、新しい試みですけど皆さんご協力よろしくお願いします。というわけで今回も行きましょう。ドゥーリーレゲーアンレゲーバン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 バ